はい、それでは今回はですね、現状報告といたしまして、統計検定準1級取得に向けてですね、勉強をしてきていますので、その現在の状況をですね、話をしていきたいと思います。興味のある方は聞いてください。はい。こんな感じでですね、ノートにずーっと統計学実践ワークブックをだーっと解いていきまして、ポイントもまとめながら、で、Facebook グループにですね、共有もしながら、進めてきました。結局ですね、5回りぐらい解いたんですよね。実践ワークブック5回りぐらい解いて、完璧かと言われると、ちょっとまだ、解放の確率として怪しいものもあるなと思いながら、8割9割は何も見ずに自分で解放をですね、回答できるなっていうところまで来たので、過去問を6年分のうちもう5年分解いちゃいました。で、5年分解いて、一応ですね、論述問題除いて、それ以外の問題、全問題の中で解けた問題っていうところの正答率っていうものを出してみたので、一応発表すると、2019年が 71%、2018年が 76.5%、2017年が 88%、2016年が 91%、2016年が 83% ということで、それなりに数字は取れてるんですけど、これは要因はですね、もう問題が統計学実践ワークブックと、似たような問題が結構多いっていう、そういうことですね。その問題、似た問題の割合が多ければ多いほど、得点率は高いっていう。シンプルにそれだけですね。なので、これで仕上がっているかって言われると、それはだいぶ怪しくて、やったことあるからただ解けますよっていう問題が紛れているっていう、その紛れている率によって得点率が変わっているという、それだけな感じがしますね。冷静に判断をして。はい。で、昔ね、過去問の解説とかをこうやって YouTube でしていて、もちろんもうそれは非公開になっていて、誰かが見ることはできないんですけど、僕自身のそのデータフォルダの中には、あるわけですよ。なので、自分しか見れませんけど、今はね。自分しか見れませんけど、自分がその時撮った解説っていうのを自分で見て、自分で、勉強してます。で、それがですね、2016年、2017年とかは、もうだいぶね、昔ですけど、撮ったものがあって、それをずっと見ながら、過去問も勉強しながら、ワークブックもやりながらっていう感じでやってたんで、はい、効率としては良かったなというふうには思っているんですけど、はい。なので、過去問で冷静に自分の今の力がわかるかっていうと、ワークブックを仕上げれば仕上げちゃうほど解けちゃうんで、ちょっとそこは本当に、これで絶対に合格できるなとも思ってないんですけど、とはいえ、実践ワークブックと過去問というところで仕上げていくしか、今のやれることっていうのはないんで、これで、あと2021年を解いたら一区切りになりますし、これだけある程度問題が解けているので、過去問については。要するに、何回りもやるっていうほどではないかなと、もうワークブックであるんでね。はい。なので、近々、受験してみようかなというふうに思ってます。CBT なんでね、また間ちょっと空ければ、またすぐ受験もできますし、もうあとはチャレンジしていくだけなのかなというふうに思っているので、残り2021年解いて、あとは CBT 申し込んで、受験をそろそろしていこうかなというふうに思います。また、合格したらね、報告したいなと思いますし、合格したら、それなりの情報共有として、勉強法、僕はこういうふうに勉強しましたよとか、話をしていきたいなというふうに思っていますので、またそちらはそちらで何か皆様に貢献できたらなというふうに思っております。はい。ひとまずね、ここまでの勉強の状況をですね、報告させていただきました。今回は以上です。